終わりスタジアム、これ俺でも読めるわ。誰やん、誰、沢田か、あのピッチャーか。寂しいね、あのトレードになるから。沢田、お品だよな、その声は。わ、いいや、沢田、お前なら俺がここにいるって分かるんじゃないかと思ってたよ。そうなんや、よく来てくれたな、品田。勇敢を見たよ。まさか球界のエースであるお前が万年 B クラスの Y バーンズに移籍するなんてな。球界のエースなんや、すごいな。藤田さんとの約束だったんだ、15年したら彼の仕事を俺が引き継ぐってな。気づかなかったよ、藤田さんの球界復帰が名古屋組の代替わりの予兆だったなんてな。名古屋組そうなんだろ、沢田。お前、俺がこっちの出身だってことは知ってるよな。ああ、中京学院のエース、名古屋が生んだ10年に一人の天才。すごいね。それがお前の高校時代の呼び名だった。だが人生ってのは不思議なもんだな。くじ引き一つで名古屋出身の俺が東京に、東京出身のお前が名古屋のチームに入ることになっちまうんだからな。なあ、ドラフトやからな。結果お前は全く関係のなかった名古屋のためにその野球人生を奪い取られる羽目になった。そして俺は誰もが認める球界のエースとなった。でもお前はこうしてまた名古屋に帰ってきた。これも全て名古屋組を藤田さんから引き継ぐためだというのか。ああ、そうだ。どうしてだよ、どうしてそこまでして名古屋組なんかを守る必要がある。悪いやつらやな、今のお前にはもっといろいろ守らなきゃならないものがあるはずだろう。なんか言うや、沢田。高校の時の友達に言われたよ、俺らは夢を見させる側の人間なんだって。大悟のことやね。俺やお前はただ野球やってるだけじゃないんだ。このグラウンドに立つ人間はいろんな人間の夢背負って野球やってんだよ。なんか言うや。もう聞いてるだろ、牛島さんや真鍋さん、名古屋組の構成員だった人たちはみんな出頭した。そうだ、もう名古屋組は終わりなんだ。悪いことは言わない、これ以上名古屋組を使って誰かを苦しめるようなことはしないでほしい。やはりお前は何も現実が見えてないようだな。何？何？名古屋組が終わったなんてことは分かっている。俺は最後の仕事をするために名古屋にやってきたまでだ。最後の仕事？最後の仕事？何ですか？お前だよ。ああ。名古屋組のことを知りすぎたお前を始末する。やかんやろ。それが俺に指示された最後の仕事だ。監督から言われてんねん。貴様だ。今朝警察に出頭した人間は全員釈放されたよ。警察は何事もなかったように処理する方針だ。なんだって？品田、この一件はお前が思っている以上に大きな力によって操作されているんだ。警察すら動かしてしまうような強大な力を持った人間によってな。どういうことなんだよ、沢田。誰なんだよ、お前にこんなことさせてるやつってのは。それは誰や。
いや、おるやん。ベンチ座ってるやん。あいつら。俺の見張り役の連中。ああ、そうね。オミ連合。オミ連合の人間だ。オミ連合。オミ。どうしたオミが。あれが答えさ。藤田さんも俺もずっとオミ連合のある組織によって動かされていたんだ。誰？ある組織って。勝也のところか。オミ連合の出身団体。うん。神戸黒羽組。知らん。名古屋組はそれまでずっと名古屋を仕切っていた近江連合の連中を追い出すために黒羽組が中心となって作った組織なんだ。つまり近江連合内の島争いによってできた組織だったんだよ。そうなんや。近江連合が近江連合を追い出すためだと。そして俺も藤田監督もその黒羽組に魂を売り夢を手に入れた人間の一人だ。なんだと。品だ。俺はな、お前が思っているような天才でも立派な野球選手でもない。まあ悪いやつやなお前は。あの甲子園だってそうさ。俺は黒羽組の力を優勝したんだ。ヤクザの力から優勝なんかできひんやろ。まさか脅したんか。本当だ。黒羽組は対戦する高校の監督の買収から選手への賄賂まがいの脅迫。うわすごいな。手段を選ばず勝つための手段を取った。あかんで。まさか豊戦でカムロ校の連中を使ってうちの野球部に妨害を入れたのも。そう、黒羽組の仕掛けだ。まああの時はお前の高校のやつに邪魔され計画はうまくいかなかったがな。うん。それで俺らとの一回戦だけはガチの勝負になっちまったってことか。道理で俺が気づかなかったわけだ。つまり俺にとっての甲子園とは一回戦だけが実力勝負、実質的な決勝戦のようなものだった。純真無垢の天才バッター、品田達夫を抑えることさえできれば甲子園の優勝は約束されていたからな。あ、品田そんなすごかったんや。そして俺はお前に勝った、うん、結果一回戦で負けたお前はドラフト会でワイバーンズに拾われた。逆に俺は高校球界の至宝と言われドラフト1位でギガンツに入団したんだ。どうして黒羽組がそこまでして俺を甲子園の優勝ピッチャーにさせたかわかるか。まさか。そうさ、ギガンツ対ワイバーンズ戦、俺が登板する全ての試合で黒羽組の計画に乗っ取った野球賭博を成立させるため、誰にもバレない、展開の荒などに左右されない完璧な仕掛けの野球賭博を仕掛けるためにな。そんなことが。すごいことんな。そもそも野球賭博ってのは八百長を仕掛けるのが難しいギャンブルだ、うん、いくら投手を買収したところで相手バッターが打ってくれなきゃ勝たせられない。いくらバッターを買収したところで相手のチームが点を取らなきゃ負けさせられない。だがワイバーンズのスタメン全員と監督、それに対戦チームのピッチャーが俺であれば完全な八百長が仕掛けられる。そんなうまいこといくか。そういうことだ。だが完璧な計画とはいえ一度だけ八百長に失敗したことがある。お前がホームランを打ったあの試合だ。ああ、はいはいはい。あの日の黒羽組の指示は0対1でホームのワイバーンズが負ける予定だった。だが9回裏までギガンツのバッターはワイバーンズから1点も取ることができないでいた、うん、いくら相手を勝たせたくても点を取ってくれないことには話にならない。だが露骨なエラーをさせて相手に点を取らせることもテレビ中継の手前都合が悪い、うん、焦った藤田監督は内野経験のないお前をわざとセカンドの酒井に変え代打に送った。おお、俺がお前からは打てないと。坂井ってのは死んだ坂井やろ。藤田監督は踏んだってことか。打ってもうてんな。藤田さんは誰よりもお前の得て増えてを知っている人だったからな。それで監督はカーブを投げるようお前に指示を送ったのか。ああ。じゃあ7球目あのストレートはどうして投げた。ん、何答えろよ沢田。藤田監督の指示を無視して俺との勝負をつけたかったのか。
沢だ。ああ、そうなんかな。何？あれは監督、藤田さんの指示だったんだ。あ、そうなんや。なんだと？監督の？ああ、そうだ。あの時俺にストレートを指示したのは他でもない藤田監督だったんだ。へえ。どうして？どういうことなんだ沢田。それは、それは何？喋りすぎだぞ沢田。誰や誰？お前が撃たないなら俺が撃つ。嫌ですよ。まあその時はお前も始末することにはなるかな。分かってる。撃つんや。名古屋組の連中は、名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。おお。彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。うん。それは信じてやってくれ沢田。え、撃たれるの？覚悟はいいな品田。いや無理ですよ。走れ、一塁に走れ品田。一塁に走れ。三塁か一塁に走れ。お、サインかこれ。野球のサインか。何？品田死ねえ。え、お、あ、向こうのやつに乗ってたんか。痛い痛い。どうして？やはり知っていたのか、ギガンツのサイン。どういう意味、ギガンツのサインって？まあね、相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。うん。え、サインを知ってたってことは、こいつけどサイン盗んだりしてないやろ。え、その前に喧嘩か。勝てるかしなだ。ちょっと多いな。ああ、沢田もあれか。やられんねんな。沢田、どうして俺を助けるような真似したんだ。ずっと知りたかったんだ。何が？どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかな。ああ、はいはいはい。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない。サインは盗んでないやろ、ただたまたまか。なるほどね。で、結局お前15年前のホームランはサインを盗んでたのか。さ、その話はお互い生きてたら話すってことでどうよ。それでいい。喧嘩やね。よし、それじゃ行くぜ。ああ。二人とも野球選手だから強いと思う。行くぞ。はい。バット、そうか、こいつバットで殴れへんねんな。向こうに回復も落ちてるな。回復取るぞ。お前、なめんなよ、こら。弱いねんけど、こいつら。向こうにも回復あるか。行きたいと思いますね。人数多いんでね。これで、行こうか。いやいや、ブルースリーブルースリーブルースリー。あ、いいえ。おい、沢田向こうで頑張ってるね。まあ、野球やってるやつ強いよね、やっぱり。体力あるし。おい、お前ら。待て、多いぞ、こいつは結構。ちょっと多いな、人数。俺、死ぬのスイング見たいんですけどね。こいつけど、バットでさ、人殴らないんですよね。えいいえ。くらえ。おいよ、スタンガン持ってんな。はい、了解。おい、あ、やったな。バットでお前、お前使い方間違えてる。お前ら人殴るもんちゃうぞ。おいよ、ちょっと多いな。ちょっと今後のためにちょっと向こうに回復あるから取っとこうか。二塁ベースのところや。沢田頑張っとけよ、一人で。お前らもっと、沢田のところ行け。多いねん、こっち。
いえ、はい、うまい、君を守り殴ろうとしてる、きたー、おいよー、さあ頑張ってるよ、手伝いに行ったのかな、どこだスタンガン落としてる、よいよよいしょ、あれ切るね、戦いたいですね、くらえ、あいえ、待て、サウナのとこにおるのが三谷ってやつか、違う、お前違うか、あ、三谷やった、おい、はい、待て、ここでヒートためようか、雑魚倒して、何、ああ、剛速球140キロ出てんで、多分痛いめっちゃ痛いわ、絶対いいね、そりゃ強いよね、野球やってたら、おい、まとめて片付けましょうかね、はい、かっこいいな、勝也より絶対こいつらのアクション俳優みたいちゃうか、そんな切り切れんの、あ、ホームドに入るからね、まだおるか、こいつらだけも起きてくれよ早く、もうちょいね、終わり？加藤。あいよー。あいー。あいよー。強かった、お前ら。いっぱい体力あるわ。強いぞ、いいぞ。その死んだらあかんで、生きてるか死なだ、それじゃあ教えてくれ、うん、どうしてあの時お前はホームランを打てたのか、そうやね、言えはっきり、その前に一つ教えてくれ、何ですか、どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ、なんで、教えてくれ、藤田さんは迷っていたんだ、なんで迷ってた、迷っていた、あの試合の前夜、金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ、監督と飲むんや、沢田、はい、俺はこの4年ずっと悩んでいた、お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのか、ああ、何言ってるんですか藤田さん、俺らはこうするしかなかったんです、若いね沢田、迷ったって仕方ない、たとえ明日品田と対戦することになっても俺は藤田さんの指示に従うだけです、カーブか、確かにあいつは変化球に弱い、なあお前本当はストレートで勝負したんじゃないのか、ああ、ピッチやったらね、お前にとって品田は永遠のライバルだろう、そんな勝負を犠牲にしてまで、今さら後戻りはできないんです、お、俺たちに失敗は許されない、それだけです、
分かってる。そんなことは分かってる。だがその直後、藤田さんは俺に言ったよ。うん、品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あ、そんなすごいバッターって。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたい。なんだと。すごいバッターやってんな。15年前のあの試合、うん、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていた。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに自分にとって一番大切なものを守ろうってな。お、大切なもの。大好きだった野球への思い、うん、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一、うん、その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。おー、藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。まあな、ほんまそれは普通やからな。そういうことだ。さあ早くこっから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。待て、また品田何も言うてないぞ。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。こいつは多分サイン盗んでないと思う。品田、おい、品田、何やってんだ。邪魔だよ、こいつらがいちゃう。え、急いで片付けよ、グラウンドが汚れる。片付けよってどうすんの。は、何言ってんだお前。決着をつけよ。何、勝負すんの。俺たちの勝負に。なんで何助けんねん。お、待て、これ俺打たなあかんかもわからんな。ひょっとしたら、いや、いいね、ハゲちゃうかったら野球やりたかったな。ああ、知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すればわかるというのか。ああ、わかるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。いや、絶対馬なってるやろ。本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。ちょっと気合い入れていかんとあかんな、多分。お、振りかぶった。あ、勝手にやってくれるのかな。すごいじゃん。QT にも15年前、お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ打ってみろ、俺のストレート。なんか QT 出へんか。おお、当たった。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした、あの時のホームランはまぐれだったのか。あ、早く次投げろ。チ
やんねんな。おお、あったあったあった。見えるだけかこれ、ひょっとして。それだけの方が嬉しいんですけどね。デッドボール投げろ、デッドボール、頭めがけて投げろ。はい、何。おお、来たねー。ああ、ファールか。こっちの嫉妬は打たないってか。お前何考えてやがる。次だ。いいだろう。次が7球目。7球目、はい。15年前と同じ。うん。次の球で終わりだ。はい。お、キューティー出た、キューティー出た。びっくりした、お前。やるね。どうして、どうしてか。これ氷室京介の魂を抱いてくれやろ、この歌。これだけで分かる。分かってたんじゃない、待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間、ずっとお前のカーブを待っていたんだ。カーブを待ってたんだ、きっとな。15年って、お前、20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間、俺はワイ・バーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そうなんよ。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。だからストレート打つことばっかり練習してたから打てたんか。俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。これいい歌やな、この歌。監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。篠田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。ほう。俺もやっとこれで引退できる。ああ、引退するんや。ありがとな。そうだ。